日産マーチ、海外ではマイクラとして知られるわ。世界中で愛されているコンパクトカーの一つです。しかし2025年に発売が予定されている次世代モデルではクラシックな要素を取り入れつつ、より洗練された未来的なデザインが求められています。以下は2025年の日産マーチのデザインに期待される要素です。より大胆で空力に優れたエクステリアデザイン。2025年の日産マーチは現行モデルよりも大胆で空力性能に優れたエクステリアデザインが期待されます。車体の形状はシャープなラインを取り入れたスリムなシルエットとなり、燃費効率を向上させるとともに未来的な印象を与えるでしょう。フロントグリルはより大きく、 LED のヘッドライトが鋭く細くなり、スポーティーでモダンなルックを提供しつつ、クロームのアクセントが高級感を演出します。独自デザインの LED ヘッドライトとデイタイムランニングライト DRL、 独特なデザインの LED ヘッドライトとデイタイムランニングライト DRL は2025年の日産マーチの象徴的な要素になるべきです。よりスリムで攻撃的な形状のヘッドライトはダイナミックな印象を強調し、リアライトもエレガントでありながら実用的な LED 技術を採用することが望まれます。現行モデルと比較してわずかに長く幅広いボディサイズになることが理想的です。これにより車内空間が広くなり、特に高速道路での安定性も向上します。ホイールベースが長くなることで長距離ドライブにおいても快適な乗り心地を提供できるでしょう。テクノロジーを取り入れたインテリア本記事では主にエクステリアに焦点を当てていますが、インテリアにおいてもテクノロジーの要素が重要です。2025年の日産マーチは大型のタッチスクリーンを備えたモダンなダッシュボードが搭載され、エンターテインメントやナビゲーション機能を提供すべきです。また質感の高い素材を使用し、快適性と操作性を両立させることが理想です。結論、2025年の日産マーチはモダンで大胆なデザインを取り入れつつ、実用性を維持したコンパクトカーとして進化するべきです。空力性能に優れたエクステリア、大胆な LED ライト、大きめのホイール、そして広いボディサイズの組み合わせがこのモデルをさらに魅力的にするでしょう。スタイリッシュで注目を集めるカラーバリエーションも、競争が激化するコンパクトカー市場での強みとなるはずです。日産が次世代マーチのデザインにこれらの要素を取り入れることを期待しましょう。